応援をおかけしますのでですね、テープカットをお願いいたします。それでは楢葉町絆再生電子回覧板事業スタートにあたりテープカットをいたします。はい、どうぞ。ありがとうございます。まあ、これまでになかったようなその、まあ、情報ツールというのことができるようになりましたので、今おっしゃったようにですね、高齢者 の、 その、まあ、大げさに言えば健康管理まで町で使ってできるということはすごく向上したですから、その辺も十分ですね、活用させていただいて町民の健康管理も合わせてしていきたいというふうに思います。今3900世帯のうちどのぐらいの申し込みがこれがあるんですか？申し込み数ちょっと検出までまだ確認して、はい、多分1500ぐらいは行ってるはずです。はい、分かりました。あ、そういうことですね。そういう意味では高齢者の方がやはり多いので、非常にその見ていただいてすぐどういう情報なのかとかっていうのを分かるようにっていうのが工夫してまして、画面もメニューを絞りまして分かりやすくしてますし、それから新着情報が出るとポップアップして、あ、来てるんだなっていうのが自動的に分かるようなことになってますので、画面ごとにもだいぶ統一してあるんですね。一度住民説明会とかもここやるんですが、そういう中でですね、結構覚えていただけるような感じなのかなというふうに思っています。すみません、やばった。昨日スーツ買いに行ったんですか？